何まあいっか、はいはい、32歳両手にスコップさんです、はい、ブラック企業大賞2017が発表されましたが、お二人のいるお笑いの世界はブラックですかホワイトですか、どっち。いや、お笑いの世界は、うん、はっきり言うて他の事務所に比べたら絶対ホワイトでしょ。ホワイト、他の事務所っていうのはそのアイドル、まあ、あんまりこれは危険やから言われへんけどさ、うん、なんもでも俺らブラックなんだ。ブラック、芸能界で、で言うならば、ね、他のエンタメとかに比べると、うんうん、お笑いはホワイトだ。俺はそう思う。確かにな。まあ、あの芸能界以外はもう置いといてよ、うん、そ知らんし、うん、ブラックもんやろうけど、うん、そう芸能界だけで言ったらダントツでお笑いがホワイトちゃん。確かにな。だってやらしい話でそのショーとかさ、うん、ショーレースとかも、うん、もう会社の力で取らすっていうことはもうありえん、うん、無理だもんね。要はあれって、うん、結局受けなきゃいけないから受けなきゃいけないから、そう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 、売れた売れてないじゃないや CD と違う、うん、確かに。だからもうバンバンホワイトじゃないの。確かにね、うん、お笑いやってる人で、うん、お笑いコンクール八百長って言ってる人一人もいないんですよ。いないよね、うん、だからみんな負けてる方も、うん、そりゃそうだよねって納得してるから、うんうん、なるほど。確かにね、うん、むしろ吉本、前回の M−1 もそうやったけど吉本ばっかりすぎてみたいなこと言われるけど、もうしゃあないもんね。まあ単純に分母の違いがある、分母の違いがある、分母の違いがある、分母の劇場もあれば、うんうん、むしろよその事務所がおいおいみたいなちょっとあるよね。あれごめんなさい、もうこのこと見てるね。ちょっと今軽く放り込ましたでも、でもちょっとわからんでもないのが10組とも吉本っていうのはあり得る話だよ、ね、あり得る話だし、劇場出番のあれ と、うんうん、単純に分母の数、芸人の人数っていうとあり得る話だから、別にそれ10組吉本になってもこれ八百長でもなければ、うん、普通に可能性として全然あるんだよ、うん、あり得ていいし。で、俺は気になるのは、はい、10組吉本になった場合に梶原さんが言おうとしたら多分これなんだけど、うん、はい、10組吉本だろって準決勝順当に行って10組吉本だったやぞってなった時に、はい、審査員があれ俺10組吉本にしてええの、うん、今年の大会これ10組やってもうたらこれ大丈夫なのっていうことで、うん、他の事務所1組入れとかへんっていうバイアスがかかるってことでしょ。それを言おうとするでしょ、うん、分かる、本当に上手におしゃべりが、うんうん、多分俺が言うてたらちょっとちゃうニュアンスで伝わってたかもしれない。そういうことでもあのそういう可能性も出てくるよって話をしてるでしょ。それは分かる、うん、ね、あの準決勝に行ってた作家と仲良しで、あの聞いたら、うん、もうやらしい話ね、もうスーパーマラドーナはもうえげつなかったらしい、うん、ああはあはあ、落とされてんだよ、はあはあはあ、これもうそんなんもうええやんと、はい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 、なんやったら1位2位を受け合って、なるほど、であいつらって別に変なことしてないやん、うん、もう正当な漫才でむちゃくちゃ受けてるから、うん、もう落としようがないと俺は思うんだよね、うん、だからその顔が武市に出てたやん。あ確かにな、見た、確かに見ました見ました、田中が落ちた後にボケた後の頭叩いた時の武市の顔見た、確かにパン犯人やみたいな、鷹の花が痛みに耐えてる時の顔見た。